皆様、今回はですね、ちょっとね、遅ればせながらだったんですけれども、3万人記念ということで、ありがとうございます、3万人。3万人の方、いや、今もうちょっとね、結構超えてるんですけども、本当にありがとうございます。で、その時にね、なんかしときたいなって思ってたことをしようかなと思っております。でね、もうね、今回は僕の大好物の、全部ホタテ。これしかも生食用で、もうね、奮発しました。これね、成城石井に来ましたよ。もう成城石井なんてね、まあ高いじゃないですか。美味しいんだけどね、その分。そこでね、ホタテを今回4パック買ってきました。もうほぼ買い占めてきました、ここにあったやつ。でね、結構いいお値段したんですけれども、まあね、記念ということでね、しかもね、今回やっぱね、僕、ホタテは一番ね、バター醤油炒めが好きなんですよ。見て、特選、カルピスのね、特選バター、バターもええもん買ってきました。最初ね、エシレバターと悩んだんですよ。エシレバターって結構有名じゃないですか。でもなんかエシレバターってなんか基本パンにつけてなんか生のあれを楽しむって書いてたんで、今回は普通にカルピスのにしてる。まあこれも生の方が美味しいのかもしれないですけど、ね、まあこれでいきます。もう最強なんですけども。でね、これ生食用なんですよ。なんで一個だけ今のうちにね、味見しても許されるんじゃないかなと私は思っておるので、一個だけね、いいでしょ。じゃあ一個だけ、いいよ。やば。俺もうホタテが安い地域に引っ越したい。もうちょっとね、飲んでいいか。いただきます。くっそ甘い。はい、じゃあね、焼いていきたいと思います。うまっ。うまみ、まずバターですね。バターはね、たっぷりめに使おうかなと。うわ、バーもめっちゃうまい。まだホタテが口の中に残ってる。最高。なんか今度ホタテ食べに行きたい。北海道行きたいな。じゃあまずバターはどうしようかな。とりあえず最初炒める時用のバターと、最後仕上げのバター、こんな感じでいきます。まだ口がうまい。じゃあフライパンにバター入れていきます。ああもう分かる、美味しいわ。で、ね、生でも食べれる感じなんで、もうがっつりやりすぎなくてもいいかなと思ってます、火を通すのは。まあでもな、半生も美味しいんだけど、中まで火が通ってるのも美味しいよね。ちょっと食感がね、硬くなってる感じも。わあ、もう幸せ。じゃあ行きまーす。豆乳、やーば。でも人生で一番贅沢してるかもしれない。バターをこんなに、バターじゃねえわ、ホタテをこんなに焼いてるの初めて。最高。見てこの絵面、最強。いや幸せだなこれは。でさ、俺まあもちろんホタテ普通のも好きで、こういう貝ひもとかのなんかちょっとオレンジの部分がついてるやつあるじゃないですか。ああいうのも好きなんですけど、やっぱりもうこの貝柱の部分が一番好きなんで、これ逆にそのひもの部分とかついてたら相当でかいホタテだよね。やば。めっちゃいい匂い。やばい。あ、もうひっくり返したらやばい、やばい、匂いがやばい。最強。多分魚介類の中でも圧倒的なホタテが一番好き。 OK かな。まだね、多分中若干半生ぐらいなんだけど、なんか見た目でね、ちょっとまだ内側透き通ってるの分かるのと、ちょっと弾力がねまだ残ってるんで分かるんですけど、最後多分余熱とかでもいけると思うんで、じゃあ最後に追いバターとお醤油、これはねフライパンの縁にちょっと焦げた感じで焦がしたのを最後絡めます。
んなまずいわけないじゃん。はい、で最後若干黒胡椒を振って混ぜ合わせて、ホタテの醤油バター焼き完成。じゃあもうむさぶりつきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきま す。あとまず、3万人チャンネル登録者ありがとうございます。ありがとうございます。3月30日にあの3万人行ったんですけども、5万人記念の方はまた後ほどやりたいと思います。まずは3万人記念本当にありがとうございました。動画出したいと思ったのでありがとうございます。じゃあ食べようか、早速あったかいうちに。いただきます。こうちゃんの大好きなね、まずはもうねこれだけでいきますわ。いただきます。確かにうめえ。これはやばい。どんだけ手の込んだ料理を作ってもこの味には勝てない。勝てない。うまっ。ああうまい。最近の中で一番。あ、乾杯する？ちょ、せっかくね記念だから。どんなんよな。これ蜂蜜&レモンスカッシュって俺なんだっけこれ、クラフトビールでなんか売り上げ売り上げナンバーワンだったらしくて、で飲んでみようかなと。いただきます。乾杯。お疲れ様です。あ、本当だ、蜂蜜がすごい、なんだろう、まろやか、だからあのなんだっけ、エビスビールとか好きな方は多分好きだと思う。エビスみたいな、ちょっとうん、エビスビールっぽい、まろやか、キリッと、僕は本当はアサヒビールが一番好きなんだなんですけど、それとはちょっと違うな、まろやかだね。確かにキリッとしてない、キリッとしてない、まろやか、本当だ、まろやか。どんどん食べよう。一応レモンとポン酢は持ってきます。オッケーオッケー。俺もういらないな、俺このままが一番好きかもしんない。バターがね、いいバター使ってるから。やばい、一番最初の時と同じ感動が走るね。うん、うわうまっ、レモンも合う。もうこんなの1年に1度できるかできないかの贅沢だから、ちょっと罪悪感があるもんね。ね、だって1パック1900円とかなんだ。した、うん、だから4パックぐらい買ってるからね。全部で約8000円ぐらいしちゃってるんで、こんなに食べたことないよね。どうしたの、やばい、ポン酢すごい美味しい。嬉しそうだね。たまらない、たまらない。明日もこれでも全然大丈夫。本当好きなんだね。まあでもよかった、でもこういう風にね記念が あればね、こうちゃん食べられるから。頑張ろう。もうちょっとなんか3万3000人記念とか細かく刻んでいく。これ毎回これ毎回。でもこうちゃん本当に大好きだから、で生のやつでももちろん好きなんですけど、焼いた方が好きなんだよね、うん、でも生もめっちゃうまかったんでしょ、うん、これ見て厚み、生はめっちゃ甘い、うん、もう、うん、火通したら結構サクッとするじゃん、うん、じゃなくても結構ねっとりしてる感じなんだけど、うん、めちゃくちゃ甘い。あとずっと効く甘さ。ずっと口がうまい、ずっと口がうまい。口の中ずっと舐めてられる。ちょっとちょっとだけポン酢ちょっと半分に食べる。ほんとうめえ、レモンよりポン酢が合う。ちょっと食べてみる。どんどん食べな、こうちゃん。でね、ちょっとやっぱさ、うん、みんな期待してるだろうからさ、普段だったら絶対しないんだけど、うん、今日ねちょっとね、やっぱタバスコはね、あやばくない、ポン酢くさくない、やっぱめっちゃ合う。でバター醤油のこのこあれがいきなりさっぱり感増すね。普段はねできないんだけどね、ちょっとだけタバスコと、タバスコファンのために、そうそう、タバスコファンのために、あ、まずタバスコファンのためにタバスコだけにするわ。何タバスコファン。いるから、いただきます。今5滴ぐらいかけました。はあ、マジで嬉しいわ。うん、うまい、まあ、絶対うまいよね、うん、タバスコ好きな方でこれの素材を生かした感じだったら多分何でも合うよね、そういう好きなタレだったら。うまいけど、うん、やっぱりそのこの辛みと酸味で、うん、ホタテ本来の味はちょっと分かりづらくなるから、
俺はおすすめしてる。あーなるほどね、うまいよ。どうしたタバスコ、うまい。どうした。でもホタテは、ホタテへのリスペクトがやばいね。ちょっと粉チーズもかけてみます。うん、粉チーズとタバスコだったら、うん、粉チーズでタバスコのちょっと酸味が抑えられるから、うんうん、ちょっとホタテの味が分かりやすくなる。あーなるほどね、うん、2つ出したら美味しいけど、結論はやっぱこれだけがうまい。あとね、ビール飲んでる方はマジでこれ最高のつまみだと。こんな贅沢、今ねやばい、止まらない。すごい美味しいビールが、はあ、うまっ。どう、その蜂蜜は。これ 3% なんだけど、もう俺回ってきてる。いや、こないださ、そのさ、うん、あのこないだっていうか、3月30日、まあ、まだ最近なんだけど、3月30日にさ、そのインスタグラムでさ、なんだっけ、画像をさ、アップさせていただいたんだけどさ、その時のさ、みんながなんかやっぱ最近増えたの、本当にいいねが、うんうんうん、もうありがたすぎて。ちょっと前、昔はさ、いいねさ、もらえてもさ、3桁いくことなんてなかったじゃん、うんうん、今150近くいったりとかもするからさ、ありがとう。な、本当になんかやっててよかったなと思って。で、コメントとかもね、あのちっちゃい子がや、もう書いてくれたりとかさ、ありがたいよね。マジでいろんな世代の方が見てくれてるんだなと思って、もう本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。うまっ。俺もうここ残ってるちょっとバターとホタテの香りがある。あ、もうこれこれ飲みたい。埋もれて泳ぎたい。いや、本当になんかホタテの時のこうちゃんの喜びよってマジで異常だから、こっちも嬉しくなるよね。でも前回のその前々回がこうちゃんがこう踊ってたやつが、あのめちゃくちゃ可愛いって言ってたよ、コメントで。ダンシングフラワー、ダンシングこうちゃん。いや、このあのさ、俺本当に見せたいのがこうちゃんのスナップチャットの子供の時のやつ、もうこれめっちゃ見せたい、マジで面白いから。で僕も一緒にやったんすよ。いや、面白いのはあなたの、ま、マジでやばいよね。クソガキすぎてね。いや、びっくり。自分でね、なんかさすがにさ、子供の頃になるんだから可愛いかなとみんな思うじゃないですか。めちゃくちゃムカつく顔だったよね。笑ってる時とかもさ、すごいムカつくの。なんか自分で言うのもなんか悲しくなるけど、悪魔かと思う。悪魔みたいな顔でめっちゃ自分の顔見て笑ってた。あー、うまい。残りはこうちゃんだ。3つも、うん、もうこれはもうこうちゃんのためのお祝いと言っても過言ではないから。でも確かにポン酢うまいわ。あと 何個ぐらいいける？ 100 個は普通にいける。見てみたいわ。今度ホタテの大食いとかないのかな。ね、でもさ、でも食べ放題でこのクオリティってなかなかないんだよ。ないと思うんだよね。食べ放題ってやっぱあの紐がついてるさ、うん、ちょっとオレンジの部分で身が小さいちっちゃいやつが多いじゃん。そうだね。だけど俺はもうこの化け物みたいな貝柱が好き。化け物みたいな貝柱っていいね、表現。タイトルが思いついたわ今。じゃあ最後、皆さんありがとうございます。本当にありがとう。みんなのおかげで食べれました。皆さんのおかげで飯が食えます。もう正直3万人も行くなって思ってなかったから、ね、本当嬉しいよね。いいよ。ちょっといい、気のないことしても。あ、全然いいよ。好きなのに食べな。あ、もううまっ。うまっ。ホタテのバター醤油がやばい。うまい。あ、パン残ってたらなすりつけたかった。いただきます。この短時間で8000円食ったよ。やばいね、そう考えたら。お祝いだから。まあお祝いですからね、うん、はい、ということで、あの記念動画まだですかっていうコメントもあったんで、やっとね撮ることができて本当大満足なんですけど、まずもう改めてあの3万人記念ということで、あのチャンネル登録者本当ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こんな風にね、伸びると思ってなかったです。正直驚いてるんですけど、まあそれよりもまあ嬉しいですね。本当にコメントもめちゃくちゃ増えたし、何より高評価とかがめっちゃ多いんですよね。ありがとう。僕たちこんなにもらえると思わなかったぐらいで、結構ね主婦の方
もう最初は見てくださってたんですけど、たくさんね今でも見てくださってるんですけど、何よりちっちゃい子、そうだね、もうなんか真似しやすいのか、あのいろいろこうちゃんのレシピを参考にして作ってもらえてるみたいなんで、それもなんかあのいろんな世代の方にね見てる、ちっちゃい子見てる、そう見てくれてるみたいで、すごくそこもねありがたいなと思っております。はい、で5万人記念の方はまたちょっと先になってしまうかもしれないですけど、またね記念動画やりたいと思う。でも3万3000人とかはしなくていいですか？3万3000、一応ねあのツイッターでつぶやいた記念日だけにしてるから、こうちゃん3333人とか、そう目標で、そうやり食べたいんだね一応3万人でやって、次5万人の一応ね目標でやってたんで、次の目標がどれぐらいかなんだよね。だからそれ一応コメントでね募集しようかなと。ああ、次の、そう次の目標、皆さんの中でこれぐらいがいいんじゃないかっていうのがあれば、あのあまりにもね上すぎるのは絶対無理なんで、5500人とかだったな、それを55555人まあそういう感じでね、あの何かあのこれぐらいがいいんじゃないかっていうのをね、55555人はダメだね、ダメだ、あなたすごいもう食べたいことだけだけど、まだ5万人の記念があるから、でみんなの意見が大きいそうだね無限にはできないから、そうですそうですね、俺にホタテを与えたいと思った方はぜひ5万5555人ではい、なんかそういうなんかあの記念したいあの数字とか決めてもらえたらありがたいです。はい、ということで以上です。ほんまにほんまに美味しかったです。ありがとう、ホタテ。これにかなうものはこうちゃんの中ではないみたいですね。今20匹のホタテを俺はもうあっという間だったね。はい、ということで本日は以上になります。あのいつも本当にありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。最後までご視聴ありがとうございました。ございました。またね。バイバイ。バイバイ。